は後でですね、もう嫌っていうほど喋らせてもらうからさっき相倉さんがおっしゃってた安倍薫との奇妙な関係っていうあたりの話を少しどういうふうにその奇妙な関係だったのかっていうあたりをちょっと喋ってくれませんか。ちょうど僕がちょうど10年ぐらい若い山下洋介たちと組んで、なんていうんですかね、当時で言えばアングラですね、アングラみたいなところでジャズを始めたっていう時のその潜在的な意図はですね、実はその別にアンダーグラウンドでどうこうやろうっていうようなことじゃなくて、むしろ逆にそのジャズをやりながら食えるかっていうことがすごい大きなテーマだったんですよ。だからもちろんいわゆる今でいうメジャー路線の、王道ではないですけれどもね、とにかくジャズを好きなジャズをやりながら食えるかと、そのための場をどうやって作るかということでやってたわけですよね。それが大体、60年代目いっぱいやってきて、それでなんとかその新宿のピットインだとか、あるいは都内にいくつかあるそういうところを足がかりにしてですね、出来かかったという、そういうところに安倍薫が後から出てきたわけですよ。だから当然僕としてはそのドラマのシチュエーションとしても、要するに彼らに打倒される立場にあると、もうあらかじめ役柄としてもやっぱり敵対的なところにいなきゃいけないという意識がありましてね、でちょうどたまたま新宿のピットインの上に今さっき映像が流れてたのそうですけどね、ニュージャズホールっていうのがあって、でそこで彼らはやってたんでしょ。だから非常にこう頻繁に顔も合わせるし、何度か口も聞いたことある、それからさっきも山下が言ってましたけど、山下洋介のグループに乱入してきて一緒に共演したのも見てますしね、総武線を演じたというね。でもそのあえて要するに友達付き合いはすまいという、そういうなんか役柄意識があったんで、多少世代的にこうその対抗する部分があったんですね。そうですね。だからむしろその一応なんていうんですかね、その立場を作ってしまった、僕らって言い方おかしいけど、山下たちと、それからその後からそれを追っかけて、それを食い荒らしながら出てくる安倍君たちの世代との、ある種の戦いみたいなものを考えてたんですね。だからあえてこちら側から近づこうっていうことはもう近づくどころか、そういうのはおこがましいっていう気持ちがすごいあったんですよね。それはだから僕と芥川雅彦との関係もそうかもしれないけれどそれほどもあれではないか、あれだね、学園祭でかなり遭遇戦を演じてたみたいでね少しはね、でも役柄意識かもしれないですよね、本気でというよりはね。それはどうですか。だから、だから役柄が行くと長男クラスと、僕ら次男クラスっていう感じ で、なんだかな、最初の例の江田さつきさんなんかが国会議事堂を取り巻いた頃の運動と、それを見てて僕らが高校時代に俺たちはあんなインポなことできねえとかね、そう言いながらとあったら少しやっつけようといういや帰りに夕焼け小焼け合唱して帰っちゃうようなんじゃどこに革命でどこに愛があるんだどこに生活があるんだなんて言ってたのが僕らで、ああいう夕焼け小焼けは許さないようにしようというのは最初からあったね。もちろん安倍薫もそうだけど、で特に安倍薫なんかだいたい10代で一通りのジャズはもうくぐっちゃってたから、始まりがドルフィーかなんかから入ってるからね、もうあとは残った天才たち、クリフォード・ブラウンとか、最初のコード進行を作ったチャーリー・クリスチャンギターのね、18歳の文句なんかが脇でちょびっとやってるけれども、あとはバッド・パウエル、であとこっち来て本当の悲しい表現を表現するにはコード進行じゃちょっと無理だっていうことになって、これは2通りあるんですけども、コルトレーン・スタイルの方と、あとその裏側のブカリトルなんかのね、これ大体今24で死んじゃう人たちぐらいだけども、その20代で死んでった連中を束にしてコルトレーン的な力とこう接近するみたいな、一対一にしちゃうみたいな、そんな感じ であとはほとんど音楽の話じゃなかったな僕らな。どうしたら愛と芸術と生活と革命が一つになるかみたいな、これはそうやって生きてみなきゃなんねえみたいなことだったような気がするし、高校時代のその安倍薫っていうのは相当の読書家だったみたいですね。そうね、あそこにも出てくるけどもデリダとかいろんなそういうのをね、構造主義とかね、
結構その早熟に吸収してた、うん、あのものを考えるその少年だったわけ。高校時代だけじゃないですけどね、うん、24、5まではいつにこいつ本読んでるんだみたいなぐらいね、うんうんうん、だからビトケンシュタインの例のあれをいわゆるスコアとみなして演奏可能かみたいなことをまあしゃべることになるわけだけれども、夜徹して大体2日ぐらい続けてしゃべることになってたかな、あの頃はね、いつもね。平岡さんはどう？はい、あの同時代にとにかく存在してたわけだから、うん、それが一度も会ってないのが不思議なんですが、うん、今日4時僕すごくこう意識高揚してたの、うん、ちょっと変な話になるけど、あの ヴィソツキーって人いますね、あれの船出とレルモントフの、うん、孤独な帆というのが、互いのこう裏表の関係になっているということを発見するぐらい、まあ、聴覚は上がってた。で4時に家に着いた、うんうん、で送ってきてもらった安倍さんのカセットがあった、スイッチを押した、チミチミチェリーが流れてきた。これは日本の音じゃねえと思った。なんで彼に会わなかったんでしょうね、うん、どこの音だと思ったんですか？日本じゃなかった。軽唱度。軽唱度、うん、何ですかそれ。あの韓国の田園風景が出てきたんだよね、頭の中に。まあ、軽唱なんだ、軽唱北斗の話か何だろうと思ったよ、うん、いや、あのただのイメージだけの問題です、うんうん、で、聞き惚れました。ちょうど1時間半ぐらいだった、うん、いい時間でしたよ。見たら夜が昼間にかかってきて、うん、横浜は今すごくこう 2,3 日スモッグがあったんですが、今日は風があってね。で安倍薫を聞き終わってパッとカーテンを開けたら空が澄んでて、いい音楽だったなというふうに思ってるのが、そのままの気持ちで一寝入りしてからこう行きました。